はい、チャプター4、レッスン5、配置したクリップを分割削除しようということで解説を始めていきます。紙面は128ページになっています。今、ここに4つのクリップが並んでいます。このクリップを、任意の箇所でまずは分割するということについてやっていきたいと思います。こちらのタイムラインのツールから、このブレード編集モードというものを押します。ショートカットはキーボードの B ですね。これを押していただくか、この状態でキーボードの B を押すと、はい、ここ赤く光りました。これでクリップの上にカーソルを持ってきていただくと、形状がブレードのモードに切り替わります。そしてこのカーソルのところにカットラインが赤く縦線入りますので、任意の箇所で一度線をポチッと押します。はい、そうするとここに切り込みを入れることができました。はい、基本的に分割に関しては以上になります。そして次に、128ページの下ですね、ギャップを作らずにクリップを削除ということで、これをブレード編集モードからこっちの標準のですね、選択モードに戻します。ショートカットは A ですね。なんで A と B ですね。今これ B を押している状態で、今度は A を押すと、はい、すぐ標準のモードに切り替わります。で、前回のレッスンで削除っていうところはお話ししました。これ普通に削除で、削除するとこのようにギャップが空いてしまうんですね。はい、ですのでギャップを作らずに削除をするときは、デリートキーもしくはMac の場合はシフトとバツを押します。はい、一度やってみます。はい、そうするとこのように、ギャップを作らずに削除することができました。もう一度やってみます。普通に Windows の方、バックスペースを押すとこのようにギャップが発生します。Mac の方は、バツだけを押すとこのようにギャップが発生してしまいます。ですので、Windows の方はデリート、Mac の方はシフトとバツを押すことで、はい、このようにギャップを作らずに削除をすることができます。リップルデリートですね。はい、次が129ページの特定の範囲のクリップを削除するという方法についてやります。まずはですね、削除したいエリアに任意の場所で、タイムラインに対してイン点とアウト点を作ります。今回このようにクリップ2つまたいだ状態でイン点アウト点を作ってみました。で、この状態で、今ですね、130ページの方に移動した感じですね。で、この状態で、普通にバックスペース、そしてウィンドウ、Mac の方はバツを押してみます。そうすると、はい、ギャップがある感じではありますが、このインアウトがあった箇所を、削除することができました。コントロール Z、コマンド Z で一度戻してみます。で、ここに関しても先ほどと同じで、バックスペースではなくてデリート、Mac の方はバツではなくてシフトバツを押すことで、はい、リップルデリートをすることもできます。そして130ページのここがポイントというところで、もしですね、トラックが2段になっているとき、何かちょっとランダムに1つ配置してみます。このように、トラックが2段、まあ、上に何か物があるときですね。この状態で、バックスペースやバツを押すと、はい、このインアウトの中に2段目のところにもトラックが含まれていたので、このトラック2のものも消えてしまうんですね。こういう状態だと、はい、こうなります。で、例えばこの状態で、トラック1だけを消したい。トラック2の方は消してほしくない。というときに、別のレッスンで説明を後でするといったものが、ここになります。この自動トラック選択というものですね。これを、オフにして解除にしておきます。そうすると今表示がこのイン点アウト点のところに対して、ここが
表示対象外っていうような形でちょっとこう黒くなったような感じになります。なので今選択で含まれているのがこのビデオ1の映像とオーディオも含まれていることがわかります。はい。で、このビデオにはオーディオにも一緒にリンクされているので、この状態だとオーディオにも消えちゃうんですね。なのでオーディオ2の方の自動トラックも一度解除しておきます。この状態で、×を押してみます。バックスペースですね。はい。そうするとこのようにここだけを切ることができました。じゃあ、デリートやシフト×を押すとどうなるかというと、はい、このようにビデオ2オーディオ2はスルーして、ビデオ1、オーディオ1だけが左詰めされるというような形になります。まあこういう時にですね、この自動トラック選択っていうのを、解除、まあオンオフすると、いいかと思います。はい、そして130ページの下の方ですね、音と映像を切り分ける。まあ映像と音を切り分けて編集したい場合は、リンクを外すことで分けて、削除や移動をすることができるということで、まあ、これも実は別のレッスンでも説明をしてしまったところではあるんですけれども、こちらですね、このリンクの選択を解除することで、映像と音声をこう切り分けて選択をすることができるので、この状態でバックスペースや×を押すとここだけを削除できます。ここだけ消したいと思った状態でデリートやシフト×を押してしまうと、ここで発生するギャップが左詰めされるので、ちょっとややこしいことになってしまいます。一度やってみます。はい。そうするとこれとこれ、ここのギャップが空いたので、その分左詰めされちゃって、この3つがグッとこうなっちゃうんですね。はい。なので、まあリンクを外した時の削除は、ちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。何かおかしくなったらですね、コントロール Z やコマンド Z を押すことで一つ前の動作に、こう戻ることができますので、まあ、焦らずにですね、冷静にコントロール Z、コマンド Z で戻って対処していただければというふうに思います。はい。そして、まあ、もっと知りたいの時ですね、どんな時に音と映像を切り分けるのっていうところで、これもまあ前回実はちょっと触れてしまったところはあるんですけれども、例えば、今リンクが切れているので、この上のトラックちょっと消して、ここに花火の音が入ってます。そして隣のクリップはちょっと距離があるので、あんまり花火の音が入ってないとします。その時に、じゃあこっちの花火の音をこっちにも持ってくればいいんじゃないかっていう時に、じゃあ例えばここを、せっかくなんで、じゃあ、オルトもしくはオプションを押したまんまこれだけを選択します。そしてここだけを削除して、今度はオーディオだけを選択してこれを引っ張ってくる。まあこういうふうにすることで、ここの音声ですが、こっちの花火の方にも花火の音を入れることができると。まあこういう時に、音と映像を切り分けたりするといいのかなというふうに思います。はい。以上で、このレッスンの解説は終了とします。